びましょうよ。あれ、どうしたの、ばいきんまん。ああ、もう俺様難しい苦手なんだよな。ばいきんまん、いいとこなしてござんすもんね。うるさい、うるさい。もう、ばいきんまんったら。あ、そうだわ、どうしたでござんすか。食べ物当てゲームなんてどうかしら。食べ物当てゲーム？今から私が物の名前を言っていくわね。その名前が、そうね、今日はお野菜の名前にしましょう。お野菜の時は手をパンパンと叩いて、そうじゃないよっていう時は手を叩かないね。簡単でしょう。野菜の名前の時は手を叩いて、違う時は叩かない。そんなの簡単簡単。会場のみんなは分かったかな。まずはゆっくり練習してみるわね。いくわよ。せーの。玉ねぎ、パンパン。じゃがいも、パンパン。カレー、不正解。カレーは違うよね。こういうことなら俺様にもできるぞ。それじゃいくわよ。お野菜当てゲーム、せーの。トマト、パンパン。さつまいも、パンパン。人参、パンパン。スイカ、パンパン。みんな間違えた。スイカは果物だぞ。バイキンマン、スイカもお野菜の仲間なのよ。え、あー、しまった。次は引っかからないぞ。それじゃ、今度はオイラが名前を言うでござんしゅ。会場のみんなも頑張ってね。行くでござんしゅよ。お野菜当てゲーム、せーの。セロリ、パンパン。ネギ、パンパン。もやし、パンパン。カブ、パンパン。白菜、パンパン。大根、パンパン。おててを、パンパン。ちょっと、なんで叩いちゃうのよ。ギャー、しまった。バイキンマン、慌てちゃダメでござんしよ。どんな時でも慌てずちゃんと聞いてないとダメでしょ。ギャー、生意気な小娘。まあまあ落ち着いて、バイキンマン。次は頑張ろう。おお、よし、見てろよ、次こそは。それじゃあ今度は私が言うわね。お野菜当てゲーム、せーの。ほうれん草、パンパン。ピーマン、パンパン。キャベツ、パンパン。パセリ、パンパン。オクラ、パンパン。イクラ、ブロッコリー、パンパン。キュウリ、パンパン。グリーンピース、パンパン。オクラ、パンパン。バイキンマン、また間違えたでござんしね。もう全然違うでしょ。ガー、もうお布団はお日様の下でパンパンってするじゃないか。確かにお布団を干した時はパンパンってするけど、お野菜の名前だからこれは叩いちゃダメだったのよ。え、あー、もうなんだなんだ、交通ルールなんて覚えたって、ゲームしたってちーっとも楽しくない。俺様だってもうこうなったら全部めちゃくちゃにしてやる。あ、バイキンマン、俺様を怒らせるとどうなるか見せてやるぞ。お姉さんは安全な場所へ。ありがとう、アンパンマン。
みんなで遊ぶのを楽しみにしてたじゃないか。こんなことをしたらせっかくの楽しい時間が台無しになっちゃうよ。うるさいうるさい、それだそれそれだ、うわやめるんだ。私、バイキンマンを止めてみる。なんだ、何をやっても無駄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 。信号の赤は止まれ。俺様は急に止まれないのだ。バイキンマン、ストーブ。うわあ、ガタ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 。と、おお、危なかった。やったー、うまくいったでござんしゃ。すごいよ、メロンパンナちゃん。交通ルールなんか守ってる場合じゃなかった。アンパンマン覚悟。メロンパンナちゃん好きやり。しまった。アンパンマンもうやめなさいよ、バイキンマン。このままぺちゃんこにしてやる。すごい力だ。これにパソラシと言えるかな。お父様お母様もご一緒に手拍子を。